こんにちは。アウェイクニングボイス魂の歌の活動をしている大塚純平と言います。今日は魂の歌を歌うということがどういうことなのかということについて少しお話をしていきたいと思っています。魂っていうとですね、すごく扱いが難しい言葉というか、いろんな意味に取られやすい言葉ではあるかと思うんですけれども、私自身にとってはその魂の歌を歌うということは、私がここにいることの源というか、なぜ私がここに存在しているのかということの一番根源的なところを、問うための、歌というか、ある意味では、祈りのようなものとして、存在する歌というか、そういったものとして魂の歌を歌うということを、捉えています。インドの高名なスーフィーの音楽家でハズラト・イナヤト・ハーンさんという方がいらっしゃいましたけれども、彼が音の神秘という著作の中で、声は魂の乗り物というふうな言い方をしてるんですね。私自身が感じていることとしては、この私たちのこの物理的なレベルの身体を超えて、私たちの内側に、よりこう精妙で多次元的なエネルギーとして存在している、生命エネルギーの流れ、あるいは情報のエネルギーの流れというものが存在しているというふうに感じるんですけれども、それが内なる呼吸として私たちの体の内側を巡っているというふうに、感じています。それは私たちの体の内側だけではなくて、この世界全体というか、宇宙というか、この私たちのが生きていることの全体性、この世界宇宙の全体性の中を巡っているものだというふうに感じています。その響き、この全体と共にあるこの響きの中で私たちというのは存在しているというふうに感じているんですけれども、その一番深いところにある流れといいますか、それを呼吸とともに、私たちは捉えることができるというか、呼吸を通してそこにアクセスしていくことができるというふうに、思うんですね。で、その呼吸をがただ直接的にこう響きになったものというのが声だというふうに思います。で、そのように、声というある種こう感じられるというか、私たちの物理的な体でも感じられるような響きとして、それがその目に見えない精妙なで多次元的なエネルギーがこう物質化するというか、現れてきた時に、その魂であったり、深い命であったり、そういったものが私たちの意識の上に登ってくることができるわけですよね。登ってくることができて、なおかつそれが声として響きとして振動として具体的に感じていくことができるということがあると思います。そういう時に、私たちはただこの表層的な自我のレベルというか、この、生まれてから死ぬまでの一つの生命のサイクルがあるわけですけれども、そこだけにとどまらないもっと大きな循環の中に私たちが、存在しているということを、声を通してこう実感していくことができるというふうに、感じています。そのための声のワークというのが今行っているアウェイクニングボイス魂の歌のワークだというふうに私自身は捉えています。